排斥者よ、こちら。かつて会ったやもしれぬ、会わなかったやもしれぬ。秘宝を探していた。真実を見せてやろう。新人さん、聞こえる？ケーキが近く乱れてる。中止して、逃げて。そこから逃げて。引くがいい。私の秘宝を望むか？だが今日は未来の話をしに来た。リディア・フライが私のもとに導くだろう。おい、止まれ！礼儀がなってないわね。このような状況下においても常識的な礼節を忘れてはならない。武器を下ろせ。どうやら同じ道を来たようだな、ミス・フライ。先に着いたけど。ああ、それは称賛に値する。だが残念ながら近くにはまだ醜悪な装置が隠されている。他にも無線が。どうか一緒に来てくれないか。二つ目の装置を探し出すんだ。さもないとドイツの飛行船が空を覆い尽くす。兵士が足りないようね。君の卓越した能力をタワーブリッジで役立ててくれたら、この勇敢だが危機に瀕した国家は感謝するだろう。選挙権が手に入るならやるわ。
だいぶ分かってきたわ。無線は川の近くにある。でももっと情報がいる。喜ぶのはまだ早い。いまいましい飛行船が一隻侵入したようだ。心配はいらん。有事に備えた計画がある。Thank you.
実に感動的な光景だな。あの素晴らしい武器を積んだ船のおかげだわ。海軍橋時代のプロジェクトだ。こう見えても表舞台に立っていたこともあるのだよ。そしてこの勝利でまた表舞台の脚光を浴びそうね。敵に大打撃を与えたが、まだロンドンにはドイツの密偵が救っている。今これまでにない組織が存在する。宗教のような熱狂的な情熱を持った集団だ。私にその組織を壊滅させろと。その通り。証拠がない以上ミスター・アスキスに手出しはできないが、危険な存在であることは確かだ。もし引き受けてくれるなら、私が議会に返り咲いた暁には君の望みを叶えるためにできる限りのことをすると約束しよう。知っての通り、投じられる一票はどんな弾丸や剣よりも強い。シミュレーションに招待した。ある物語を聞かせたい。我らの物語。